ありがとう。わーお。そうほっ。ほっ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 。ありがとうね。Day 4。今日は。スンバはビマ島 Day 4。なんでね、朝海入ってないのって今なるんですけど、昨日の夜から日焼けと本当もうちょっと攻めすぎて本当寝れなくて、でタケルに関しては昨日高熱出て、いやもう前にいい波割れてるんですけど、ちょっと今の日差しでこれね多分行くと風邪ひいちゃうっていう、日焼け行きすぎて、こっちのねローカルのね人とかジャパニーズの人がいるんですけど、もうその人にももうあんま飛ばしすぎちゃダメだよって、できなくなっちゃうよってね、まさに俺がなった症状がそのまんま来て、その症状そのまま言う通りになってましたね、うん、今日はねデイ4なんですけど、やっぱちょっとうねりがね最初の初日よりも上がってきてて、なんてとこ行ったんやったっけ昨日、カヘアボーイ昨日なんていうとこで入ったっけ、ペリスコープ、ペリスコープ、はい、そこのライトがもうね、半端じゃない波良くて、ちょっと遠かったんですけど、いい波巡り合えてね、今日のデイ4、ちょっと午前中は休んで、今日カメラマンしようかなって、今ね、タックンがパトルアウトしてるから、でやっぱ毎日この景色見てね、やってるので、何かをね、こう感じながら、すべていろんなことを感じながら、毎日生活できてるって感じですね。さあ、じゃあ、今日はね、こんな感じで、まあ昼からのね、午前中はたっくんのちょっと映像を俺が撮って、うん、ちょっとこれ YouTube 載せようかなと思うんで、そんな感じでございます、はい、ありがとうね。マジで日焼け見てください、これやばないですか、結構むずいっすよね、やっぱビデオ撮るの。そっちじゃないんだね、うわやばい、これもらいましたね、のりさん、ありがとう、ありがとうございます。ひどいね、はい、ブロランチタイム、買ってきたよ、わー、マジ、うん、ありがとう、行くよ、食って、うい、アロエももらった、これアロエで体塗った治るらしいっす、マジ、おーっつや、そう、Thank you bro、 Thank you、 昨日のポイントへ、またバイクの道のりがね、マジヤバいんですよ、もうなんか全てが慎重になる。Let's go! Yeah, let's go! This is my YouTube! Hey, you guys say hi! Arigato! Arigato! You guys say arigato! 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 スタイルは?
痛い何があったんすか。痛かった大丈夫、レッツゴー。わー、来てますね。こけまくってましたね、車でも。やばかった。いや、今日はね、ちょっとちっちゃめになったけど、ちっちゃめでもこれなんで、クオリティがやばいね、波の形がやばい、ほら、うん、見て。わー、昨日よりしかもちょっと奥から乗れそうって感じやね。うん、確かに。ほらめちゃくちゃええ波。わー、やばい。ちょっと今日もね、このええ波で練習できそうですね。できますね。日焼けやばいから、ちょっとこれかぶりながら行こうかな。おいいや。どう？いい、あり。あり。あり。ありがとう。ありがとう。
疲れ様です。 OK! See you guys! Say hi! ありがとう。 Say hi! Hi! ありがとう。 Oni! Reno! Lama! ありがとう。 Hey! ありがとう。 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 バイバイ。 お前もかよ。 どう帽子。 いかつい。 かっこいいかっこいい。 Day today? Day 4? 4. Day 4.結構難しくて、なみね。はい。どう？でも今日結構カヘア良かったよね、カヘア。そうですね、乗れました。俺はちょっとなんか帽子邪魔やったかな。邪魔でした。でも何言ったらちょっと風があって、はい、帽子をちょっと気にしちゃって気にしちゃったんですね。ちょっと調子悪かったかもしれないですね。僕はでもスタイリッシュに見えましたけど。マジ？帽子かぶってたら。はい。でもやっぱここの波最高っすね、レギュラーが。ほんま練習になるんで結構カヘア今日一番良かったかも。本当ですか？俺が見てた。やっぱあれは GoPro ない方がいいね。本当ですか？どう、自分ない方が調子いいっしょ。さそうですかね。ただやっぱりちょっと自分の YouTube をやってるんですけど、はい、なんていうんだろう、たくみくんと一緒のサーフィンの映像やったら嫌やから、あかんから嫌っていうか、ちょっとそうですね、なんか一緒やんってなっちゃうから。そうやな。僕は僕なりの映像を届けれたらなっていいなと思ったんです。そうやな。じゃあ俺のこの YouTube でのカヘアのあれ動画、あの YouTube 紹介するわ。お願いします。まだインスタしか載せてないから。はい。そう、今回ね、あの一緒にね来てくれてるのね、バリに住んでるカヘアくんって言ってね、紹介はまあしてるんですけど、バリで頑張ってるね日本人サーファーでね、で今回一緒にねついてきてくれて、はい、いろいろケアしてくれてますよね。いえいえ。英語とバリ語全部できるから日本語もね。まあそういう感じでね、はい、今日も最高なね、はい、セッション最高でしたね。だからでもちょっとまだやっぱりまだサーフィンがね、まだカムバックしてないって感じ。カムバックできてなくて、はいはいはい。でもまあその YouTube でもいい動画をねもっとみんなに伝えたいんですけど、はい、全部を全部載せてないっていうか、はい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 、いいやつはちょっと残しておきたいなっていう感じなので、ね、そうですね、シークレットで、シークレットで。だからまあ今日もこんな感じで Day4 のセッション最高でしたね。最高でしたね。じゃあカヘア君に最後喋ってもらおうかな。いや僕も何も喋ることないんじゃないですか。なんでなんですか。今日結構一番良かったかもしれない。本当ですか。はい。なら、いやなんかさ、スポンサーとかまだないやんか。はい。日本のさ、あスポンサーの人とかさ、俺の多分見てると思うからさ、はい、YouTube もしよければお願いします。まあもうバリではちょっとずつかまし始めてるから、で今年は日本のツアーもちょっと何 NSA とか出たんやったって。はい。で日本は去年行ったやんな。はい。で日本来た俺がねちゃんとコーチするわね。お願いします。ね、だからまあ NSA の時は多分僕とその日本人のハーフの子と2人で行くと思うので、うん、皆さんね声かけたってください。もしよければお願いします。だからこうやってね頑張ってるバリのねカヘア君みんな応援しとってください。お願いします。 YouTube もやってるのでね。はい。これは皆さんありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとうね。